カミゴ。かつて我らは暮らしてた雲の下で平和に、それを目にするまではスモールフット、奴らを知るべきで、許されざる行為、過去を歴史、奴らが普通に自身をどう呼ぼうが、人や人間あるのは破壊さ。危険危険でも好意的でいたんだが、しかしひどい仕打ち、槍や銃で攻撃された。怪物呼ばわり、化け物扱いと、しつこく追われて罵られるも、逃げ隠れしてしのぐしかない。さもないとおしまい、殺される事態だから、山を登りそこで回避、奴らはここで生きられはしない。以来最初の教えはそう、真実とは違う形でこのストーンにも。我らの世界は雲の上に浮かぶ島である、そう記された。そしてさらにもっとルールを増やして、我らにとっては唯一の道、奴らどもから身を守らねば。そうさ、残酷な行為がそうさせたんだ。